この試合で近鉄の優勝なるかどうか。大阪球場は3万2000人の観衆で超満員です。バックネット裏には広島の小葉監督も偵察を兼ねて観戦です。この試合ロッテは1回近鉄の先発柳田を攻めます。2番張本がバックスクリーンに打ち込む先制のホームラン。なおもロッテは土井のツーベースなどでこの回2点を入れ、2回と3回にも変わった村田投手から1点ずつを加え、4対1と初めて先手を取りました。3点リードされた近鉄は4回ロッテ先発西名を攻めます。この回トップの6番アーノルドが真ん中高めの速球をレフトスタンドにホームラン。4対2と2点差に追い上げます。なおも梨田のフォアボールと石渡のヒットで3塁1塁とチャンスが続きます。バッターは当たっている平野。シンカーをうまく捉えた一打はレフトスタンドに入るスリーランホームラン。近鉄5対4と逆転し波に乗りました。近鉄はなおも5回、安木、水谷両投手を打ち込み3本の長短打などで3点。7回にも梨田のツーランホームラン、吹石のスリーランホームランで大量5点を入れ一方的にリードします。ロッテは4回以後村田の内角を攻める強気なピッチングにわずか3人のランナーしか出すことができません。最後のバッター有藤のサードフライ。結局近鉄が13対4で勝ち、2年連続2回目の優勝を飾りました。この結果今年の日本シリーズは去年と同じ近鉄と広島の争いになりました。今年は本当に諦めざるを得んようなそういう状態に追い込まれながらそこから立ち上がった優勝なもんですから、非常に一試合で言うならば最後の最後に逆転、満塁ホーマーでも出たようなそういう感じですね。そうですか。レフト栗瀬、センター平野、ライトには阿部。曇り空に1回2回3回と舞います。昨年に続いて近鉄2年連続優勝。Thank you.
いやー、夢のようですね、というのは今年前期もフラフラしておりましたしね、後期に入ってからも、あまりいい成績じゃなかったもんですからね、本当にプレーオフに出られるのも早まれておったようなそういう状態が、こうしてパ・リーグの制覇ができたのはね、本当に最後の最後にかなりみんなが踏ん張ってくれたそのおかげだと思いますね。去年の優勝とまた今年の優勝ちょっと受け止め方が違うかと思いますが。違いますね、まあ、去年は初めての優勝でね、非常に感激は大きかったですけれども、しかし今年は本当に諦めざるを得んようなそういう状態に追い込まれながらそこから立ち上がった優勝なもんですから、非常に、一試合で言うならば最後の最後に逆転、満塁ホーマーでも出たようなそういう感じですね。小葉監督も今日はですね、球場に姿を見せておりました。日本シリーズに向かっての抱負いかがでしょう。そうですね、まあ、今まで、ロッテばっかりロッテ対策ばっかりに、忙殺されておったんですけれども、これから、まあうちの方のスカウトも見てくれておりますので、その資料に基づいてですね、まあ、去年の仇討ちといいますかね、それはぜひ果たしたいと思います。でございます。いやー、素晴らしい活躍でした。 ありがとうございます。今の気持ちいかがですか。やっぱりね、勝ってよかったですね。勝ってよかった、今日もですね、4回逆転のスリーランでした。あそこはね、もうあと1点入ってたらあと何とかなろうもだからね、ゲッツーだけちょっと気付けてたんですけどね。素晴らしい値でしたね。年に1回ぐらいなんですかね。そうですか、もう手応えも十分でした。そうですね、先ほど聞きましたがね、今年から表彰の最優秀選手に決まったということなんですよ。あ、そうですか、ありがとうございます。さてね、これからは日本シリーズということになると思いますが、今どういうことを考えてますか。そうですね、やっぱり去年やられてるだけにね、今年はなんとか、僕も悪かったですね、去年は。なんとかこの調子続けたですね。そうですか、このプレーオフ大活躍でした。その調子をですね、続けて日本シリーズに体当たりしてください。そうですね、おめでとうございました。どうもありがとうございました。最優秀選手に決まりました。